スティッチエンカウンターあるいはスティッチライブは世界のディズニーパークにあるアトラクション。スティッチエンカウンターあるいはスティッチライブは CG で再現されたスティッチとゲストが会話をしながら楽しむ参加型ショーのアトラクション。パリ版の未名称が異なるが同内容のアトラクションである。アトラクション内はガンツの宇宙船内にあるスペーストラフィックコントロールルームという設定になっており。 正面の巨大なスクリーンには、そのコンソールや宇宙空間の見えるシールドなどが再現されている。ショーは、スティッチがガンツの宇宙船に忍び込むところから始まり、視界進行役のキャストとスティッチによって進められる。スティッチの声は、ゲストからは見えない位置にいる声役のキャストによって発せられ、その声に合わせて CG のスティッチが動くようになっている。 CG は極めて高いクオリティで構成されている上、声の発音に合わせてコンピューターが瞬時に適切な口の動きをするようになっており、ゲストは実際にスティッチと会話をしているような体験をすることができる。アトラクション内では前方エリアの床に主に子供のゲストが後方の映画館の座席のようなエリアに大人のゲストが座るようになっており、前方エリアにいる子供のゲストのみが スティッチに質問したり、スティッチの質問に答えたりすることができる。子供に対する質問などは、司会役のキャストが誘導する。スティッチ役のキャストは、ゲスト全体が見渡せる位置におり、質問をするゲストの身振り手振りや服装などについても、言及することがある。ショーの最後は、ゲストの手助けで、スティッチが無事に、ガントゥの宇宙船から脱出することで終わるほか、 スティッチと一緒に歌を歌ったりして終わることもある。なお、このアトラクションの基本構造をそのままに、キャラクターや設定を変えたアトラクションが二つある。一つは、映画、ファインディングにもをモチーフにして、キャラクターをスティッチからウミガメのクラッシュに置き換えたアトラクションで、東京ディズニーシーでも2009年10月1日に導入したタートルトークである。もう一つは、 フロリダのマジックキングダムにあるクラッシュを映画モンスターズインクのマイクに置き換え設定はモンスターズ社に変更したモンスターズインクラフフロアであるアトラクションの成立としてはタートルトークがオリジナルでありその別バージョンとして誕生したのがこのスティッチエンカウンターやモンスターズインクラフフロアという関係にあるスティッチエンカウンターは ガントゥの宇宙船に忍び込んだスティッチと対話をしながら楽しむアトラクション。エプコットや東京ディズニーシーなどでも導入されているタートルトークの内容を主人公をスティッチに置き換えて導入したアトラクション。時間帯によって関東語、英語、中国語に分かれている。スティッチライブはガントゥの宇宙船に忍び込んだスティッチと対話をしながら楽しむアトラクション。 ゲストが CG で映し出される巨大なスティッチと実際に会話をして楽しむことができる。香港ディズニーランドにあるスティッチエンカウンターをほぼそのまま導入したもの。2014年6月30日をもってキャプテンへを終了し、その後地に設置された。2015年7月8日にツイッターアカウント東京ディズニーリゾート PR 公式のフォロワーを対象に プレビューイベントを実施した。当日は150組300名が招待された。東京ディズニーシーにはすでに類似したアトラクション、タートルトークがあるが、あちらはメインショーとなる部屋が一つなのに対しこちらは2つあり、回転率が上がっている。また、途中でゲストの写真撮影が行われ、モニターに映し出されるシーンがある。 オープンから2016年1月31日までの期間限定でディズニーファストパスが導入された。ファストパス発見所はスターツアーズ・ザ・アドベンチャーズ・コンティニューと同じくトゥモローランドホール横でスターツアーズの発見機の一部を利用して発見を行っていた。2017年12月1日よりダイワハウス工業がスポンサーになることが 2017年3月27日発表された。スティッチエンカウンターはガントゥの宇宙船に忍び込んだスティッチと対話をしながら楽しむアトラクション。ゲストが CG で映し出される巨大なスティッチと実際に会話をして楽しむことができる。香港ディズニーランドにあるスティッチエンカウンターをほぼそのまま導入したもの。大和ハウス工業株式会社株式会社オリエンタルランド 東京ディズニーランド東京ディズニーシースポンサー契約締結のお知らせ。大和ハウス工業オリエンタルランド2017年3月28日閲覧。ありがとうございます。